10月14日、金曜日の山陽新聞ニュースです。全日本空輸 ANA は14日、岡山羽田線の就航60周年を記念し、岡山市の岡山桃太郎空港で記念イベントを開きました。東京発の始発便となる機体を放水アーチで歓迎したほか、折り返しの便に合わせ、国内線搭場待合室で客室乗務員が60年前と、 現代の制服を着て乗客を出迎えました。二つの便の乗客合わせて236人に記念登場証明書や地元特産品が配られました。南海トラフ巨大地震で甚大な被害が予想される四国地方での迅速な支援に向け、岡山市の国際医療ボランティアムダは14日、JA 岡山の協力で医療チーム用の食料保管庫、 緊急事物資支援センター密ステーションを市内に開設しました。鉄骨平屋およそ225平方メートルで JA 岡山の空き施設を無償で借り受けました。岡山県は14日、直近1週間の新型コロナウイルス感染状況をまとめました。新規感染者数は3441人と7週連続で減少し、 前の週から1割ほど減りました。病床使用率が13週ぶりに20%を下回るなど各種指標も改善傾向が続いています。茨城龍太知事は流行第7波が収束局面にあるとして14日の定例記者会見を3ヶ月ぶりにノーマスクで臨みました。続いて天気予報です。 10月15日は、岡山県南部、北部ともに晴れ、ところにより、昼前まで、霧でしょう。岡山県南部の最低気温は14度、最高気温は27度でしょう。岡山県北部の最低気温は12度、最高気温は26度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%。岡山県北部、午前0%。 午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。